あと二つか。どうしようかな。キツネめんどくさいんだよな。キツネの倒し方めんどくさかった気がする。でもラジオモンでも戦ったしね。いや違うか。最終形態の時って何で戦ったっけ？雷使うやつか。いやー。いやー。赤兜は、何で戦うんだっけなぁ。この人。ちょっと試してみたい。あー、これって結構範囲狭いんだね。なんか兜をさ、壊すんだよな。そうそう。だから普通に殴り続けるんだった気がする。もうこれはこれ使いまくるでしょ。壊れろー。壊れないか。違うっけ。やっべ、忘れちった。やっべ、忘れちったよ。あ、一周してきちゃった。あ、来た来た来た。で、これが、切れないから、いいで。ちょ、ゴリ押しか？さすがにゴリ押し。あー、ちょっと待って。これは無理？切る前に。切る前に。よし。あぶねー。ゴリ押した。どういうこと？あ、いるわ。あずみ。お待ちしておりました。狼アマテラス様。ただ消えゆくのを待つだけの我が儚き魂。あなたがおいでになるまで何とか持ちこたえることができたようです。いや、いいね。みんな、個性が、薄い。はるか昔、あなたはヤマタノオロチともつれ合うようにして下界へ霊落し、その後も、オロチの息の根を止めるため予言のものを待ち続けられました。予言のもの？まあ、あれか。スサノオ。っていうか、あれね。あなたは長い長い年月をじっと待ち続け、そしてついに予言の者イザナギが誕生し、お二人の活躍で月よりの魔物の命運は尽きたのでした。そうだよねー。で、蘇ったのも倒して。しかしそれは、大いなる闇の流れのほんの一部だったのです。まあねー、もっといたしねー。予言の者イザナギの伝説から今年でちょうど100年。その間にあの魔物は密かに妖力を蓄え続けておりました。そしてイザナギの子孫スサノオを操ってついに復活を果たすと、再び下界を征服せんと牙を剥きました。あれって操ってたのかな？その上、あなたの前に敗れ、企みが叶わぬとなるや、今度は己の妖気を下界中に放ったのです。あ。これ、この辺、甘子を左にいたんだ。見てるな。下界は箱舟から湧き出た妖怪たちですでに溢れ返っており、オロチの妖気はそんな妖怪どもを勢いづかせるにはあまりあるものでした。くすぶっていた闇の勢力は爆発するかのごとく一気に膨れ上がり、あれ？そういえばこの人たちいなくね？下界にはかつてないほどの混乱の嵐が吹き荒れたのです。その後はアマテラス様がその目でご覧になってきた通りです。あなたが魔物を退治された後、そのムクロから逃げ去った妖気は、すべてこの箱舟ヤマトに集っております。この膨れ上がった妖気の根源を打ち払うのは容易にあらざること。闇の中心にある者にはどうかご用心ください。あの二人、かぶられたん。あ、やばい。同じこと言うんだ。やばい、同じこと言う。続けて話しかけたらそういえばどうなんのかなって思ったら。あれかな、もしりつくこたねちくは、なんなの。形が、一応機械仕掛けってことだからもうないってことなのかな。
技術力だからかな生物じゃないからかな。生物だけある容器が取り付いてた形だから違うのかっていうことにしとこう。まあ単純に一緒に倒してくれる相手がいないからかもしれないあれこいつなんだっけ。あ、そうだわ、書いてくるんだった。やめて。聞いたっけ？聞かない？あ、いや自前の雷もあるけど自前の雷がありつつ、いれいれいれ、じゃあ使っちゃうぞおばさん、容赦ねえんだからね容赦しないんだからね。ほらお前なんかこうだわ、ふりドガン。いやー、ラスボス戦で使えるかなー、プリ。ペロレン。ペロレロレン。よーし。ボス全員倒したわよ。倒したわよ。これで一瞬が乗ってこないと。いやー、ラスボス。やだよ、行きたくない。お母さん。お母さん、私、ラスボス戦行きたくない。何言ってるの。普通にラスボス戦行ってるんだから。普通にラスボス戦に行ってるんだから。あなたも、ニートなんかしてないで、ラスボス戦に行かなきゃダメ。いやー、壺も全部割れちゃった。あ、どうですか？飛びそうですか？お、狼アマテラス様。ついに大いなる闇の波がうねり始めたようです。え？このまがまがしい容器、息苦しくて正気を保てません。大丈夫？アマテラス様、最後に一つだけ。金色の髪を持つあの月の民の男？うん。あの男にどうかお伝えください。え、何？同担拒否なんだけど。オロチ来襲の際、アマテラス様と共に先陣を切って戦ったお前に。はあ。我々天神族は感謝の念を忘れないと。あ、よかった。推しが悪いやつなのかと思っちゃった。月の民なんだな、天神族じゃなくて。天神族と月の民って違うんだよね、きっと。じゃあ、かぐやちゃんのことを知ってんのかな、どうなのかな、どういうことなのかなどういうこと？一回セーブする。でも、戦前を切って戦ってくれたんなら、仲間なんだけど、じゃあ、どうすんの、まる子さん。え、どうすんの？ずっといるの？もしかして。この人は残んなきゃいけない。お金で買い物。50万にはならんよね。ならんわな。あ、待ってよ。小金との子売っちゃうとか。売れないんだ。買えるけど売れない。でももういっか。別に。展開で使うかもしんないしな、お金。一文なしで帰るのもちょっと、大変だし。行くわよ。あ狼アマテラス様、やっぱりお前も行くんか。あなたの姿をこの目で見ることができただけでも、このマルコ至福の喜びでございました。買い物欲がなくなったからだ。最後まであなたのお供ができませんこと、誠痛恨の至りですが、私が存じているアマテラス様ならば何も心配はいりますまい。高間ヶ原で共に脳をかけた日々、かけたの？その宝物を胸に私も仲間のもとへ向かいます。
それではアマテラス様、いつまでもつつがなく。みんな役目を終えて、どうせなら商品を置いていってほしかったというそういったこともありますが、いや、それが商売一生あいつは商売人だった。あ？大丈夫？ガンツ。それが、諸悪の根源だっていうの？あぶね。あ、マスターソードが。アマテラスくんもう来たのか。ボロボロじゃん。ユウが来る前にミー一人の力でどうにかしようと思ったけれど、やっぱりそう簡単にはいかないようだ。推しが傷ついてる。誰？推しを傷つけたの。ふふ。こうして二人並んで立つと、高間ヶ原でオロチを迎え撃ったあの戦いを思い出すね。見てごらん。闇の中に紛れてはいるけど、目の前にいるこいつが箱舟の中で天神族を滅ぼし、下界に災いを振りまいた元凶。暗黒の君主と小闇のスメラギだよ。これがこれがなの。映せないことになってるみたいだけど。こんな、カービィの敵みたいな。と言っても全然見えないか。概念なの？あ？ついに起こる。何が？100年に一度の幻冬の食が、そういえば起こってなかったな。何日も過ぎたのに起こってなかった。あー、どうなっちゃうのー。真っ暗になるから、真っ暗になるからってこと。あー、真っ暗になったら、あー、まずいまずい。あ？うわあ、なんか生えてきた。こんな、概念的な？怖い。私こういう敵の方が怖い。え？なんかされてる。なんか、何かされてる。え？ああ。筆技の人たちが。え、これ。ずるじゃん、それは。そっちで使うってこと？一寸が来てくれないと、そしたら無理だよ。どうしよう。筆を持てる手もねえっていうのに、あ！全部吸われた。幻冬の食は光が作る時空の歪み。100年に一度訪れるこの不吉なる日に、いかなる神も抗うことは叶わない。困った。吸われたってことは、筆技使ってくんの？何あれ？アザラシ？いや、アザラシじゃない？かわいい。あー、危なーい。あー、無理しないで。無理しないで。でもミーはこの戦いから逃げることはできない。ああ。こんなものが船の底に潜んでいることを知らなかったとはいえ、ミーがこのヤマトを高間ヶ原に持ち込んだのは事実。責任感じてんじゃん。多くの天神族を死に追いやり、下界をも怪我したミーの罪は、どんなことをしてもリセットできないんだ。そんな、あー、誰かー。無理しないで、あー。あ、金色ってほんまや。隠してたんだ、それ。アマテラスくん。全然さっき金色の髪って言われてそうだよなって思ってたけど、見たことなかった、そういえば。予言の者の力がなくてはオロチを倒すことはできない。はい。未来を覗くことができるミーの神通力を信じて、予言の者イザナギが誕生するまでユウは議会で待ち続けてくれた。そうなの？
ミーが月の国から落ち延びた忌まわしい月の民にもかかわらずね。ユーのそのひたむきな姿にミーは心底感動した。だからユーと一緒にオロチとの戦いに臨んだ時のように、今でもユーを信じていられるんだ。女子はか。ああ、やばい。誰か、この世に平安をもたらすために。ユーは絶対に高間ヶ原へ帰らなきゃならない。と、一緒に帰ろうて。ああ、牛若。そんな。ああ、落っこちちゃう。ええー。なんとかなれ。はぐれ玉全部集めたから。許せねえよ。俺。あんなことされて。許せねえ。一体何ができるんだ俺に。うわ、やめてやめてやめて。うわ、酔う、この、何何この酔う。あ、二段ジャンプできないんだ、これだと。うわ。え、穴開いた。アイテム。アイテムも使えないだろうなぁとは思う。ん？あ！使えたんか今。攻撃すると一個戻ってくる。いいぞ。画量を取り戻した。ということは？画量を取り戻す。あ、やっぱこれを？直す。うわ！直す。でも一線がないから、攻撃、うわ、攻撃方法としては、ぶつかるってことか。あ、でも剣取り戻したからもう、剣でいいのか。うわ、なんだこの、なんでもするじゃん。あれになってる時は通じないのか。あ。あ。返してもらえる。返してもらえるぞ。一戦取り戻したら結構できること増えてるでしょ。ってかもう切れって言われとるわ。じゃあ、あ、これ直さないとダメなのかな。あ、いいぞ。壊すな壊すな。全部使うってことか。なんか本当に何でもやってくるな。ということは燃えたりもするんでしょ、この人きっと。燃えたりめちゃくちゃ速くなったりするんだ。王家取り戻した。あ、箱へとね。あ、咲いたぞ。これを切りたい。あ、なんかピチピチしてる。なんだろう。あ、やばい、閉じるぞ。これもなんか返せそうだよね。お、ちょ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 。うん、ギャーギャーギャー。どうだ？いいぞ。あ、囲んで、切った方がいいのかな？なんかこのピチピチお魚丸をね。これが私がお魚をコンプしなかった罪だというの？お魚コンプしなかったから敵のお魚になって出てきた。あ、飛ばしてんのよく見て。ハニワだよ。かわいいね。かわいい子ったね。もうちょ、もっと返せ。返せ返せ。てか体力がもうないな。もう死ぬのか、お前。あ。どうなった？え？ちょ、待って待って待って。どうなった？わーつ、熱い？あ、第二形態ということ？燃えとるが。どうしようどうしよう。萌えに対抗できるものが今ない。あ、待ってよ。なんか後ろに水吹き出してるわ。何これ。え、これ関係ないの？絶対ある。あ、そっか、水は取り戻してないから。どうしようどうしよう。一戦でなんとかなるか？無駄だし。あ、来た来た来た。来た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 。来た来た来た。あ？開いた。爆波か。
爆紙でなんとか。でも3つ出せるって確かに強い。3つ出しちゃうぞ。でも爆弾使うとこあんのかな。あ、やばい、切りに行きたい、切りに行きたいし、近くに出したい。近くに出ねえんだよな近くに出ないことでおなじみ、本当に。あ、出てる出てる、後ろに出てるわ。え、もうこれ返してくれそうじゃない？ 2 個返してくれそうじゃない？腕紙きた。これで勝つる。第2段階よ、ええぞ。これ。水鏡きた。燃えるでしょ、どうせ。燃えるわね。もうこれもできちゃうもんね。これもできちゃうもん。あたいなんてもんは。おらー、おら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 、もっと、もっと切っとけ。切れるだけ切っとけ。なんとかなれ。もうこの状態のままとどめを刺せ。弓、雷、雷か。月光を取り戻した。あ、月光じゃないわ、月光じゃないわっていうかあれだわ、夜にするやつか。関係あるかしら。よーし、いきなり眩しくされるとかかな。おお、うわ、え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 、あ、なんだこりゃ。炎だから水ってわけじゃなさそうだな。無駄だよね。あ、打ち返せそう。打ち返せそうだが、うわ、あ、すげえ遠くに投げてるな。よし、これなら打ち返せる。あー、ちょっと見えないよ、そんなところに。え、何このお楽しみ要素は。え、え、あ、もしかしてこれあれで止めれる。お、いいぞ、あの青いやつで止めればいいのか。じゃあパチ、パチスロパチスロだ、好きだからな私。ここはやっていきたい。熱い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 。じゃあせっかくだから使うか。熱い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 。せっかくだから無限炭使ってここは消そう。あ、でもこれ雨降ってる間筆技使えないよ。これでゆっくりになる。あれ、なんない。てか、あ、そっか、まだ持ってない。持ってない、そうだった、何でも使えると思って。じゃあどこに投げたの。あー、じゃあすげえところに投げる。じゃあどこに投げとんねん。ああ、ああ、打ち返せ打ち返せ、全部打ち返せ、返せ。そしてもうこれはこれで行くしかないんだな。あ、よし、いいぞ。謎にこれは当たる。よーし、取り戻してきた、取り戻してきた。グレン来た。わばばばばばば。わばばばばばば。これは溶けるのかな？さあ来い。さあ来い。いやー、これ狙って止めれないよな。止めれないと思うんだけど。あ、かすがみいけんのかな。いやー、ラスボス戦楽しいね。楽しいことがいっぱいだね。やってみるか。え、でもこれさ、あ、燃えちゃったか。一回むずかぴー。あれ、今なんか誰か、あれ、なんか誰かが何かくれたぞ。え、回復くれる、回復もくれはるのに。あつあつ、
さっきなんか人間が見えた気がしたんだけど、幻覚？いやーこれカスナに使った方が良さそう。あ、でもこいつが出れば OK だ。いいねー、いいぜー。もう出ないか、熱いマッチ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 超マッチだってさ、まあ、1個ずつ止めればいいのかな。炭欲しい。で、攻撃もする？あ、出てきた。あー、なるほど。1個だけだと、あいつが出てくるんだ。すごいシステムだな。あ、炭出てきた。あー、ありがてえけど、無限炭使おうかな。あ、ありがてえ、ありがてえ。あ、ごめんね、なんか。出してもらっちゃって。なんだこいつ。律儀な野郎だぜ。いや、でも止めれるな、これ。あれ？くれてる。はっ！もう一回止めて。おっ！誰だ？よーし。あ！うーん！いいぞー。あ！なんだこれ。完全に飛来神じゃん。なんで、あ、でも、持ってない。そっか、持ってないよ。ちょ、なんだこりゃ。あー、縄跳び。え、待って。あ、やばい。どうしよう。避けれるかしら。ん？誰か乗ってる？誰か乗ってません？操縦してるけど、人が飛び出してくるの？ん？なんかゆっくりにするとわかる。あ、なんか祈祷してる人がいる。あ？え、てか壁紙のあれある。どうして？やめて。登るとこある？だって。登んないと回避できない攻撃が来んのかな？気になる。登りてえ。あ、いたいたいた。登りてえよな。ちょ。え？あ！ちょー宝箱があるな。なんで？なんこれなんこれ。あー、アイテムか。なるほどね、いいって。落ちるって。落ちるって。あ、ちょ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 。叩きたい。空いてるのに。うわー、今の見ました？閉まったんですけど。あ、違う。切ろうとすると閉まんのか。なるほどね。だだだだだだだ。はい、だだだだ。これなんだっけ？あー。そんなうんちみたいな出し方しやがって。でもこれで雷使えるぞ。よーし。見てなさーい。あ、ちょっと。それだー！もう一個。もう一個あるんだもん。あ？強いじゃない。やるじゃない。あ。あとなんだ？池上。池上で最後だよね。やったー！全部取り戻した。で、氷が周りにあるから、何を凍らせるんだろう。この手？凍りそうだけどなぁ。あ、本体ちゃん。え、本体ちゃん凍ってますけど。動きが鈍くなるとかかな。わわわわわ。でも凍らせられそう。あ。うん。出てこい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 。ちょ、
ほら、この、もういっちゃおう最後の最後に。